高所恐怖症は特定の恐怖症の一つ。高いところに登ると、それが安全な場所であっても、下に落ちてしまうのではないかという不安が生じる。例えば、エレベーター、エスカレーター、ショッピングモールの上階などが怖く、利用を避ける場合がある。厳密に言えば、単に高い場所が苦手なこととは異なる。新生患者は、 全高 1>, 1メートル弱の脚立の上でも体がすくみ動けなくなってしまう。重度の場合はパニックになりようとするといった症状が見られる。そのため日常生活においても影響を及ぼし治療が必須とされる不安障害ともされている。例として30階建てのビルの屋上から宙吊りにされれば誰でも恐怖感を感じるわけでこのような リスクが明らかな形で目に見えている状況で怖がるのは人間の持つ本能としてごく自然な反応である。むしろこういう状況においても恐怖を感じない状態を高所兵器症と呼び病的なのではないかという専門家もいる。このことから赤ちゃんは本当は高い高いが怖いのではないかという説もある。2017年のシステマティックレビューは 曝露療法は短期間においては有効だが、長期間ではそうではないことが判明し、系統的脱感作法では、長期的な調査はなかった。バーチャルリアリティを活用した、曝露療法の有効性が示されている。ティモシー・エイ・サイズ・モア、セラピストのためのエクスポージャー療法ガイドブック、その実践と CBT、e、DBT、アクトへの統合、坂井誠、須藤雄介、 山本達也役、草原社、2015年、194から195ページ。ISBN 978から4から422116006。誰も教えてくれなかった。高所恐怖症の謎から試してが、テンアラルビーウォレス HB、マウント V、ハム SP、キングスフォード DWA システマティックレビューメタ。 アナリシス・オブ・トリートメンツ法・アクロフォビア。メッド・ジェオスト26・263-267。プミド2835万9010・ミヤの周一。全周囲パノラマ動画を利用した VR エクスポージャー、両方、高所恐怖症の一症例。VR 医学13、1から10、藤井康史、小林か奈、小泉聡太。 バーチャルリアリティエクスポージャー療法による高所恐怖の治療。精神科37、44から49、認知行動療法辞典丸善出版。2019年310から311ページ。ありがとうございます。